モナコ GP アップライト筐体。モナコ GP は1979年11月にセガが発売したアーケードゲーム海一を題材としたカーレーシングゲームで実在のモナコグランプリから台を取っている。本作のバージョンアップ版であるプロモナコ GP は1980年3月に発売した上空からの視点で車を操作して 道路を前方にひたすら走るといった単純なルールのゲームである。赤いマシンの磁気をステアリングを使用して左右に動かし、シフトレバーとアクセルペダルによる加速や減速を駆使して操作し、敵車を避けながらコースを進んでいく。シフトレバーは二足となっており、アクセルペダルの踏み加減に応じて加速する。また、ブレーキペダルは存在せず、減速もアクセルの踏み込みを弱めることで、 エンジンブレーキの容量で行うことができる。あるいはシフトレバーを LO に落として減速することも可能である。なお、加速をすることで時期が画面中央の位置へ移動していき、逆に減速することで画面下部へと下がっていく修正もある。制限時間が設けられているが、制限時間内に2000点以上に達することができれば、エクステンデッドプレイと表示され、さらなるゲーム続行が可能となるシステムである。 制限時間内は何度ミスをしてもマシンがスピンしてコースの右下に戻されるだけであるが制限時間が終わって以降はミスをしたマシンは爆発し残機を一つ失う一般道スタート直後より見受けられる道路の状態で左右に車両約1台分の幅のグラベルが存在するグラベルに車が乗ってもマシンがブレる挙動を起こして減速していくだけでミスにはならないがその 外側部分に時期が触れるとミスとなる。なお、グラベルを含めコース外としての扱いであり、ミスの後の無敵状態を利用した加速でこの場所を走っても得点は一切加算されないため、得点を加算していくためにはコースを走らなければならない。基本的にカーブがない道であるが、左右のコース外のゾーンが時期を走らせると、その加速に応じて狭まったり広がったりするので、状況に応じては、 カーブのように捉えることができる。ところどころに水たまりがあるなど、障害のも存在する。スリップゾーン路面全体が水色になっている箇所。ステアリングが左右に花瓶に反応する区間となるため、敵車やコース外に触れてしまうなどの事故を誘発する区間である。スリップゾーンには水たまりは存在しない。ステアリングの花瓶反応よりも路面が水色になることが一番の大敵であり。 特に敵機の水色は同化してしまうため、スリップゾーンでは見づらくなってしまう。トンネル時期の前方にヘッドライトを連想させる、わずかな円錐形の視界にのみ敵車が映り込む。コース外に近づくと視界には路面に映る黄色いラインが引かれているのも見える。この黄色いラインの内側もコース内のアスファルト部分と同じ色をしているが、ここに時期が踏み込むと、 グラベルと同じように減速し走行過程にはならない。トンネルに入ると同時に、コース幅の左右伸縮は停止し、トンネル区間を抜けるまでこの状態が続く。そのため、視界を頼って比較的まっすぐ進むことで、衝突リスクを極力回避することができる。一本橋車両を2台がやっとで並んで、通れるほどの狭い車両区間、エクステンデッドプレイを獲得して、 制限時間が終了しないと現れないエリアである。一本橋に差し掛かる前に、道幅が狭くなるという標識が表示され、プレイヤーは時期をコースアウトしないように一本橋のために構えて操作しなければならない。一本橋に入っても、その極端に狭い道における敵車の追い越しには、高い難易度が付きまとうが全く抜けないというわけではない。また、 一本橋区間も両脇のわずかなスペースに黄色い線が引かれているが、この場所に時期のタイヤが乗ると、グラベルと同じ効果がある。元のコース幅が狭いため、一本橋を走行中は、コースの左右伸縮が見られない、アクロ、エクステンデッドプレーを獲得して、制限時間が終了しないと現れないエリア、コースの大部分を黒い泥のようなもので覆われており、ここに時期が乗ると、 グラベルの上のようにブレて走行することになり、操作性が難しくなる。コースの左側の一部の見悪路ではない部分があり、まともに走行するにはこのラインを乗って走行しなくては、ならない。なお、悪路を走行してもポイントは加算される。敵機コース上を走行する、回一マシン、黄緑、黄、水色、紫、青の5色が存在し、時期と同じデザインをした車両の色違いである。 磁期が接触するとミスとなる。色によって横移動の動きの速さが異なり、青が最も左右に触れながら走行しているため、一般的には青いマシンが最も厄介な存在となる。一定間隔を左右に動いているが、敵機がグラベルに乗ることはなく、グラベルに触れると反対方向に動くという習性もある。一定のスピードで走行しているため、プレイヤーがスピードを落とせば、 前方に走る敵機は離れていくため接触を回避することもできるが、あまり速度を落としすぎると、時期の後ろからも出現するようにできているため、ぶつからないように注意する必要がある。特にミスをした後にコース外で立ち上がり加速をしないままコースに復帰すると、よく後続マシンとぶつかり、ミスを連発するということもあり得る。水溜まりコース上に存在する一部が水色になっている箇所。 水溜りに乗った瞬間は、スリップゾーン区間のようにステアリングが過敏に反応してしまうがすぐに収まる。しかし、コース上にある、動かない、障害物であるため、イで走行中は、画面上から高速で近づいてくることになるため、避けることが大変困難な障害物でもある。ただし、水溜りに触れてもミスにはならない。水溜りを踏んでもコース上を走行していることになる、ため、 得点は加算され続ける。救急車両画面下から現れて、時期や敵機を追い越して、画面上に去っていく、救急車両。時期が、シフトレバーをハイにして、アクセルペダルを最大に踏んで走行していても、それを経験を追い越していくほどの超高速車両である。現れる時は必ずサイレンの音とともに登場する。ため、サイレンが鳴った場合は即座に、 画面下を注視して接触回避の準備をしておかないとミスを誘発する厄介な障害物であるエクステンデッドプレイを獲得し制限時間がなくなってから登場する一般道トンネルアクロのみで出現が確認されている筐体のデザインは回一カーをイメージしたコックピットタイプと立って操作するアップライト版が存在するコックピットタイプではエンジン音と連動し 回転数に応じて稼働する。バックライト装備であるタコメーターが、臨場感を演出している。アーケード版の体感筐体の低下は125万円。ミニアップライト筐体の低下は72万円であった。SG-1000、SC-3000 版発売時期は前期。カートリッジ版が1983年。後期マイカード版が1985年。最初から残機制。シフトレバーはなく、 ジョイスティックのレバー上で加速、下で減速し、加速度合いで、自車位置が、画面中下部から中部へ前進。加速度合いスクロールの速さ分と、リーチで、アザーカーを避ける猶予を狭めるシステムになるが、アーケード版ほど上部へ移動しないため、その分の猶予がある。ボタンを押すと一定時間ジャンプすることができ、アザーカーや、リリーフカー、障害物を飛び越せる。もちろん左右に避けることもできるが、 障害物の一種として、道が途切れている箇所があり、画面上部に現れる警告表示により、ジャンプが必要である。販売時期のバージョン祭は、後期版はタイトルが、グラフィックで描かれ、障害物の種類も増えるが、前期版と比較して難度が低い等の違いがある。セガ8ビット機種の中での再販回数を大別すると、箱の移り変わりで伺えられる。 セガサターン版1997年11月27日発売のメモリアルセレクションボリューム2に収録。縦画面対応でアーケード版の雰囲気を最も再現した作り。プレイステーション2版2003年8月28日。セガエージス2500シリーズボリューム2に 3D エージスより発売。フルポリゴンになったグラフィックが最大の特徴。アレンジを加えたモードもある。 ありがとうございます。